ビキリギス。あれかな、メスですね。はい、まああのキリギリスの仲間で、クビキリギスっていうのは、ね、口がこんな色してます。目立つ色してます。今の時期っていうよりも初夏のね、6月ぐらいにジーっていうような大きい声で、あの春から初夏にかけてジーって鳴くやつです。成虫で越冬します。はい、卵でね、今生きてるやつは、成虫になったやつはあのこのままあの冬を越します。で翌年また出てきます。はい、たまにピンクになるあのね、首切りギスとか発見されることありますけど、まあ主に茶あの茶色と茶褐色とあの緑色の2つですね。まあ、稀にピンク色、あれいうのは、まあ、あの色素欠乏といいまして、色素がうまく発現しなかったりとか、そういう、まあ、異常色素異常個体っていうんですけど、まあ、そういう可能性がありますんで、ね、そういうのを見てたらラッキーですけど、そんな言うほどテレビでね紹介するほど大したことないですね。はい、以上です。皆さん最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。これからも生き物観察のコツや生き物に関する豆知識などを時折挟みながら動画を定期的にアップしていきたいなと思います。本人のモチベーションにもつながりますので、チャンネル登録・高評価していただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。